タケのホビーオフがなんかめっちゃくちゃ羨ましいです。皆さんこんにちは、ジェシオルグムルだ。はい、本日の動画はタイトルの通りなんですけど、私ヒロゲ、ジャンク品のレゴを20年ぶりに買いました。皆さん、ジャンク品というのをご存知でしょうか？わかりやすく例えるのであれば、このプレステ3のコントローラーで汚れが目立ったりボタンが効かないものを、まあ、俗にジャンク品と言うんですけど、まあ、簡単に言えば訳あり品みたいなものです。一応レゴにもジャンク品というのが存在して、まあ、簡単に言えば、こう組み立て済みのセットをもうそのままバラ売りしたり、パーツをまとめて販売する方法があるんですけど、私の地元徳島県では、実はジャンク品のレゴってあんまないんですよね。まあ、せいぜいあるとなったら、藍積みのハードオフぐらいで、それ以外は、まあ、あっても未開封のレゴセットぐらいなんですよね。今回たまたま行った際に、めちゃくちゃいいジャンク品のレゴがあったので、買ってまいりました。ではお見せしたいと思います。それがこちら。はい、こちらでございます。ちなみにこちら、レゴ忍者号の貝のジェット機で、ちなみにお値段は税込みで1000円です。めちゃくちゃお得に買いました。ちなみにこのセット新品で買うと6000円します。これを小物ミニフィグなしで1000円で買えたのはめちゃくちゃお得だと思いました。パーツの欠品があるかどうかはまだわかんないので、ちょっと一回開けて確認したいと思います。約20年ぶりにジャンクのレゴを開けます。おお、結構、なんかでかいな。はい、とりあえず袋から出すとこのようになっていて、これが本体で、あとはウィングパーツや剣パーツがついております。まあ、ざっと見た感じ、ジェット機の欠品は、まあ、ほぼないと思いますね。ちなみにちょっと開けたんですけど、ジェット機のギミックは生きております。一応ザクッと見たんですけど、これシールの貼り方が、結構、こう雑だったり間違えちゃってますね。いや、これどうしようかな。シールは、もう剥がしちゃおうかな。このセット買った理由なんですけど、まあ、これですね。このウィングパーツが、ちょっとどうしても欲しかったんで、今回こちらを買いました。ほんと徳島ってこういった感じのジャンク品のレゴ全然売ってないので、それを持ったら他県のホビーオフがなんかめちゃくちゃ羨ましいです。はい、ということで、本日の動画は以上になります。あ、そうそう、最後になるんですけど、こちら。はい、こちら、レゴシーの黄色いクレーンを買いました。はい、ということで、こちらを買いました。ちなみに、こちらは Amazon で13,000円で買いました。動画で、徳島ってジャンク品のレゴあんま売ってないんですよねって言ってはいたんですけど、まだ調べてない地方のブックオフとかはまだ見ていないので、徳島にジャンク品のレゴいっぱいあるかどうかっていうのは、ちょっとまだわかんないんですけど、もし機会があったら、徳島のブックオフに行って、まあ、ジャンク品のレゴあされたらいいかなって思っております。まあ、あとは余裕があったら他県のハードオフとかにも行ってみたいなって思いました。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。